新ンバンドルのクルップ鋼コレクションについてどう思いますかなんすかそれ <laughs>。えっと。あった、これか。高い <laughs>。<laughs> ああ。まあ、ドイツ戦艦がめっちゃ好きだってことであれば別にいいかなって思うのと、あと今ちょっと戦艦が逆風なので、 ちょっと今買うのは、僕個人的にはあんまりお得感はないですが、まあ、あの、どうしても欲しかったら別に、そこは、あの、気持ち優先で買うのもありだとは思います。僕は多分買わないかなって感じですけどね。あの、仮にこの4席持ってなかったとしても、多分買わないかな。えっ、ー、と、ちょっと欲しいなって、でもここはね、何を基準にやるかはその人次第で、僕は結構ランク戦とかクランク戦とかが重視系の人なので、 あのー、ポンベルンはランク戦に強い場面とかがあったから買いたいなって思うんだけど他の船は別に欲しいって思わないんだよね今の僕はだからあまり強いなって思わないからだからまあポンベルンは石炭でも買えるし、ね、個別で買うこともできるしわざわざ今これ2万円出して買わなくてもいいかなって僕は思うかなだから何欲しいかっていうのとカを明確にして、あのー、いただければいいんじゃないでしょうか で、まあ、せっかくいただいた5万円だと、せっかくいただく5万円だと思うので、あの、他にも何に使えるかな、みたいなのを、あの、考えて、で、その選択肢の中から、のその選択肢を1回上げてから比較検討すると、まあ、後悔少ないんじゃないかなと思います。それは別にウォースいの別の手段もありだし、例えばプレイヤーカーこの時期にちょっと買ってみようとかね。かプレイヤーカー買うのね、年末の方がちょっとお買い得になってるから、毎年毎年。今回もあるかは分かんないけど、ちょっと年末を待ってから、 えっと、なんだろうな、そのゲーム外のもの、例えばゲームとは関係するんだけど、ちょっとキーボード買ってみようかなとかっていうのにも使うのもいいと思うし、ゲーム外のものでもいいと思うし、なんか勉強道具の何かに使ってみるとか、あとちょっと、 あのノートパソコン買ってみようかなみたいな5万円とちょっと出せば結構いいの買やりたたりするよねみたいな感じのところに使うでもいいし、まあ、別のことに使うでもいいんだけど僕前去年あの10万円の給付金もらった時は親へのプレゼントと,、えー、っと災害用のリュックを買ったかな <laughs> こういう機会がないと災害用のリュックあの自分のお金でなかなか出さんと思ったのでみたいな感じなんですけど、まあ、何に使うかはあのそれぞれの自由でして、あのー、なんだろうなうん。 ちょっと、あのー、選択肢を出して、えー、考えたらいいんじゃないでしょうかという、まあ、ちょっと、あのー、ちょっとね、個人的なアドバイスになりました。で、僕は多分、あんまりお得感を感じないので、買わないかなって感じです。あのー、もうちょっと、欲しい鑑定い、一鑑定に絞って、プレイヤー買うとかしますかね、僕だったら多分。だから、さっきのやつを買うんだったら、えっ、ー、と、あの中で一番欲しいのポンメルンだから、ポンメルン買って、で、プレイヤー買って、あとはちょっと、他のことに使おうかな、みたいなことをするか、 あとはそのゲーム環境を整えるのに使うかっていうのを僕だったらする気はします。あんまりお得感は感じなかった。っていうのが、まあ、僕個人的な、あの、回答ですけれども。まあ、あの、もう一回、もう一回前提としてお伝えしましたが言っときますけど、結局何に価値を感じる自分が5万円に値するって、する、なんだろうな。これは5万円の価値があるっていう風にするかどうかは、結局その人次第なので、 仮に僕が価値があると思っても、いや、ねえだろっていう人もいれば、僕が価値がないって言っても、いや、あるだろっていう人もいるので、そこは、あの、自分の中の基準を持ってもらえればとは思いますよ。っていうのは、ちょっと、まあ、前提なので、その上でいろいろ意見を言いましたっていう形でお願いします。いいな。せっかくいただいた5万円なので、あの、5万円以上のね、あの、価値を感じるものを買って、幸せになっていただければと思います。僕は、あの、親に、 計8000円ぐらいかなまあ、10万円のうちの8000円ぐらいしかプレゼントしてないんですけど、まあ、それでもやっぱ、あのー、親としては、プレゼントをしてもらったこと自体が嬉しかったようで、あのー、言ってしまえばね、僕からの、僕からは1円も出してないわけじゃないですか。給付金からだから。だけど、その給付金からもらったお金を一部使って、親にプレゼントして、ありがとうって感謝されたんで、まあ、実質なんかもう、ね、僕としては満足しましたみたいな、そんな感じで、あのー、 はい、ぜひぜひ、値段以上の価値を感じるものに投下してもらえればと思います。